元休務員の経歴を持つ敏腕記者、スポーツ日本対周一氏が6日、ネット競馬テレビ、前奏から一編。校長馬隊チョイスに出演、12日、日曜日に東京競馬場で行われるビクトリアマイル、4都市 UMS、GI、芝 1600m、出走馬の中から、馬隊、状態が大きく変わってきた高層機体場について解説した。写真 モリアーナこれまでの軌跡。太子は複数頭の名前を挙げたが、モリアーナ、メス氏、美保、武藤義則9社を真っ先にピックアップ。ドーマは周華賞から着順が5着、4着、3着と右肩上がり。筋肉の張りも走るごとに良化している、と述べた上で、貧晴らしからぬごつさがあり、お尻もムチムチ。特に大腿に頭筋が発達しており。 キック力はメンバーで随一でしょう。などと解説。立ち姿勢にも今までになかったメリハリが見られ、心身の充実がうかがえます、と称賛した。東京コースは NHK マイルシー以来となる。この点については、左回りの方が走りはスムーズ。トム投氏が常々話している通り、コース代わりは問題なし、と対し。むしろアドバンテージが見込めるとして、 悲願の GI タイトル獲得の大チャンスだと思います。と力を込めた。